ひらかずの心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたします。起立お願いします。お願いします。お願いします。こんばんは、ひらかずこと平井和孝です。先週の放送で、あなたはどんな習慣を持ってますか、それは良い習慣ですか悪い習慣ですか、なんて偉そうなこと言いましたが、私にもあるんですよ、やめたい習慣が。で、問題はどうやって悪い習慣をやめて良い習慣を身につけるかですよね。ここに一冊の本があります。僕たちは習慣でできている、佐々木文夫さんという方が書きました。この本、例の宮崎中央新聞の社説を書いている水谷編集長が40冊以上もの習慣に関する専門文献を参考にして構築した習慣を身につけるための50のステップはかなりの力作だと言って紹介してくださったので、すぐに買ったんです。皆さん、マシュマロテストって聞いたことありませんか？私は聞いたことあったんです。1960年にスタンフォード大学のビング保育園で 4,5 歳の子供を対象に行われたテストで、子供たちが大好きなマシュマロをテーブルの上に一つだけ置いておいて、そのマシュマロをすぐに食べてもいいけど、それを我慢して研究者が戻るまでの15分間一人で待つことができたら、もう一つマシュマロが増えて2個食べられるのよと言って子供を部屋に一人にします。当然我慢できずに目の前のマシュマロを食べてしまった子もいれば、15分間我慢をしてマシュマロを2つ手に入れた子供もいます。さあ、このマシュマロテストがすごいのはこの後です。テストを受けた子供たちを長年にわたって追跡調査をします。その結果、驚くべきことが分かりました。例えば SAT、 日本でいうところのセンター試験の結果が、15分間待つことができた子供は30秒で脱落した子供に比べて210点も点が高かったそうです。それだけではありません。マシュマロを待ってた子供は仲間や教師から好かれ、より高い給料の職業に就き、中年になっても太りにくく、 BMI がより低く、薬物乱用の可能性も低かったそうです。ちょっと怖い話ですよね。来週大事な話します。何とかして聞いてください。それではまた来週。ひらかずの心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたしました。